熱き時代に生きた熱き男たちのドラマ、龍が如く維新。発売が待たれる超ド級タイトルの最新プレイ動画を全10回にわたってお届けします。はい、皆さんこんにちは。龍が如く維新プロデューサーの横山です。今回から10回にわたり、いよいよ龍が如く維新の全貌がわかるプレイ動画企画が始まります。一緒に案内してくれる可愛いアシスタントの女の子たちを紹介しましょう。今世紀最上級癒し系やらし系コアコマの佐藤ゆめです。よろしくお願いします。大きすぎて恥ずかしい H カップの清水愛理です。よろしくお願いします。イエーイ。今日はですね、まずバトル編ということで、龍が如く維新のすごく生まれ変わったバトルアクションの部分を紹介したいと思うんですけど、それを実際に作ってる開発担当の責任者を紹介しましょう。はい、どうぞ。龍が如くバトル担当、平沢です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。痛いでしょ、刀持って。はい、はい、刀、うん、これは開発の資料で買った刀になります。へー、おー、すごい、かっこいい。これをね、実際だからモーション撮る時とか見つかったりとか、はい、じゃあ実際元にこれを、そう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 、すごい。彼はそれをいつもね、肌身離さず持ち歩いて会社の中でちょっと頭おかしいんじゃないかみたいな感じで言われてるわけです。それだけじゃないですよ、彼はもう一個特徴は、実は胸元にとあるものを、怖い、拳銃ですよ。銃刀法違反だよね、うんうん。でもこの拳銃、実はちょっと形が変くないですか、これ。なんかあんまりない、いつもとここついてなかったりするでしょ。なんか、ああ、ほんまや。引き金的なものもないし、じゃあどこへ、っていうのが、これ実は坂本龍馬が実際使ってたんじゃないかと言われてる銃の、まあ、レプリカと。すごい。これも彼が自腹で買ったんですけど、こういうのが、資料として使ってると。で、実際そう、こういうのを使って研究した結果、アクションとかモーションとかも全部ゲームの中に落とし込んでるんで、いうのを今から実際体験して味わっていってもらえればと思いますんで、いよいよプレイ動画スタートしましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、最新プレイ動画第1回は豊富なバトルスタイルをご紹介します。1の方、1等。はい、でまず最初に紹介するのは、この刀を両手で持った一刀の方の紹介したいと思います。はい、かっこいい。龍が如くのバトルっていつも、はい、プレイされたことあったら分かるんですけど、はい、四角ボタン三角ボタンだけでそれなりにかっこよく戦えてしまうっていう、はい、いつもそれは今回も同じ作りになっていて、はい、この一刀の方っていうのが、その今までの龍が如くに、まあ、一番近いのかなと思うようなものになっています。四角、四角、四角、三角、こういうコンボをこう決められるっていう感じですね。でこれが、まあ、四角の回数が違うだけで、こうやって技が変わっていくっていうような作りになってます。いや、やりたい。でこの一刀の型っていうのが、まあ、刀両手で持って一番こう力が入る型になるので、こう例えば四角、四角ちょっと力んで一発っていう、こういう大きい技が出せる、一個の技の威力が大きいのがこの一刀の型の特徴になっています。めっちゃかっこいい。もちろんこちらはですね、刀、向こうも刀なんで、刀対刀のいろいろこう、例えばこういう、まあよく時代劇で見るような技だったり、今相手の刀をこう、ね、そうですね、巻き込んで跳ね返したんだね。しかも、刀なくなって、うん、あとはこういう大技も、もちろんいつも通りっていう時も入っております。すごい。二の方、単純。では2つ目を紹介したいと思います。はい、こちらがですね、銃を片手にして左手空いてるんですけど、その状態が弾銃の型という名前になっています。そうですね、こちらはもう距離を取ってこうやって戦うっていう、はい、まあ、銃ならではの動きというか、銃自体は今までの龍が如くとか、あとは外伝のオブジェンドなんかでも扱ったことがあるんですけど、今回は、まあ、こういう回転式の片手の銃ということで、例えばこういう相手の左手を使って戦いながら銃も、そういう、まあ、特徴のあるような動きになる。まあ、なんせ重たい刀を持ってないから、右手の拳銃だけだから、
動きが早いわけですよ、ね、早いですね、シュシュって今こうやってシュシュって逃げたり相手との距離をうまく取って、うんうん、まあ、打つってのはもちろんなんだけど、はい、このね、単純ってのは最初はこう結構ポンポンって当ててるような感じだけど、はい、何せ強くできるかな、あのその武器が、まあ、今回合成できるのがすごい特徴なんですけど、その武器をどんどん自分で強くしていくことができるし、自分流にカスタマイズしていくことができるんですけど、ものすごいそこの部分で強くなる要素が高いというか、銃は弾薬とかも変えられるんですけど、火のなんか相手を燃やす弾とか、すごい相手をビリビリさせる弾とか、へえ、ほらほら今なんか燃えてる、燃えてるでしょ、こういうのも素材を集めて、はい、そういう鍛冶屋さんで作ることができる、こういう燃える弾、電撃の弾みたいな何種類もあるんですけど、そういうのをうまくこう使って敵を倒していくような型になってます。で特に例えば敵でああいう槍とかすごい長いものとかを持ってる人とか、もしくは棍棒とか持ったやつとかも出てくるんで、今回敵の武器っていうのがすごく戦略上大事で、棍棒とかだと1回ですっごい攻撃力高いからバーンとか殴られたら痛いじゃない、うん、なのでもう銃で距離取ってやった方がいいみたいな、いうのが結構かなり簡単に分かりやすくなってて、戦術的にも楽しめるよみたいなところも入ってるんですよ。銃とかはそういう意味でなんかこう、はい、銃だとすごく簡単に倒せる敵とかもたくさんある、そういう感じ、うん、すごいめっちゃ連射できるんですね。あんなもんじゃない、もっともう最後はもうバババババみたいな、サンド型ランブ、今紹介した両方を両手に持ったランブの方、一瞬でいっぱい入れた、そうですね、今回はいろいろ使ってほしいので、そういう武器の切り替えなんかも早くなってる、はい、すごいですよね、パパってなってこうサッサッこういう切り替えができるので、でこのランブの方なんですけど、これはとにかく手数が多いというか、たくさん連撃を入れることができる方になってます。例えばですけども、この四角をしているだけ、この攻撃自体ももうすぐ早いんですけども、これをぐるりと回り込んでさらに攻撃とか、さらにこう回転しながら連続攻撃を、うわすごい、銃かっこいい、刀回しながら銃パンパンパンってなった、ね、これちょっと難しそうに見えるんですけど、本当にボタン1個で全部できるようになってまして、こう四角四角四角で三角をしたら銃撃ってみたいな、こういう本当にいつもの龍が如くらしい、その簡単だけどかっこいいバトルっていうのがもうまさに現れているような感じの型になってます。まず多分龍が如く維新を始めてやると、はい、皆さんこれ使うんじゃないかなと僕は思う、実際僕も今これ使ってるんですけど、これね、なんせ早くて効くか、しかも見てる限り一番強そうに見える、うん、ところがどっこいね、なんとこれね防御ができないっていう、あーそうか、うん、まあ、ある意味防御なんてしねえよっていうユーザーの方だと一番だから気持ちはいいんですけど、まあね、局面局面によっちゃねやっぱ防御ができないって結構辛いんですよ、辛いですね、うん、でだから上手くなってくればなってくるほど、さっき言ってたその銃とかどこをこう鍛えていくかっていうのもユーザーの好みによって変わるんで、自分は例えばね、どのスタイルを自分の基本スタイルにするかってあるんですよ、うん、でまあ、普段はランブ使ってるんだけど、はい、敵によっては銃にしたりとか片手のね、え、これすごい、これはもう相当でも上級のプレーだけど、ね、すごい銃相当上手くならないと出てこない、へーすごい、とまあここまでが武器を使った新しいアクションの部分なんですけど、はい、まあ、当然龍が如くといえば基本のスタイルもちゃんとありますと、うん、4の方格闘、で4つ目がこの武器を買ってしまって素手で戦う格闘の型となっています。こちらがまあいつもの龍が如くといえば龍が如くなんですが、見てもらった通り時代が幕末ということで敵は全員武器を持ってるんです。なんでもうこの状況で素手で挑むって結構本来無謀なんですよね。なんでこれはちょっと今回はいつもに近いんですけど、ちょっと上級者向けの作りになっています。例えばですね、こう普通に攻撃したりするのもできるんですけど、今見てもらった通りこうもう武器にやられちゃうんですよね、普通にやってるだけだと、なのでここはコントローラーギュッとかしちゃうんですよね。例えば
ば今やったみたいにこう敵の攻撃を受け流して、まあ過去龍が如くでも扱ったことのある戦い方なんですけれども、龍が如く4の時に谷村っていう主人公がいて、その谷村っていう主人公の得意技っていうのが受け流しっていうのが、体とか小さい主人公だったんだけど、どんな強敵が来ても一瞬相手の攻撃を無効化できるんだよ、うん、っていう風になっちゃうと、実はこの世界でもある意味最強なんですよ。どんなこう長槍物とか刀とかで切りつけられても一旦受け流しちゃえば相手攻撃できなくなっちゃうんで、もしかしたら真に強いのはこの格闘スタイルかもしれない。ただ使いこなすのは相当素人向けで上級者ができるかもしれないみたいな感じなんで、まあまあまあそんなの考えないでバン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 打ってバンバン切りたいよって人はランブ使えばいいし、俺はもうなんつうの、このボスをもう徹底的にこういう風にやっつけるって人はこういう男流のスタイルを。どうしよう、緊張して手汗かくできるかな、ちゃんと丸連打してる。丸連打ですか。龍が如くで丸ボタンって掴むっていう常だとね、要素だったからあんまりやんないでしょ。そう、今四角とかを押しちゃうんで、このランブだと丸を押すとバン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 と切った後に360度に向かってこう銃を放って、マジですごい、うん、来た、使っちゃう、さっきと違う、すごい、今ヒーターするね、楽しい。こういう囲まれた状況下とかだと、さっきみたいな丸みたいなやつ使うと、四方八方に全部攻撃してくれるんで、敵からこう逃げるというか、状況ダウンすることができる。おおかっこいい、うまいように見えるでしょ。うん、まあ実際結構これうまいんだけど、上手、うまいと思うんだけど、ちゃんとスウェイとか逃げるアクションも使ってちゃんと避けてます。理由がごとこうしてる人だなって感じなんだけど、その理由がごとこう実際プレイしてる人だから、こういう感じで最初からプレイできる。結構すげえな、21連撃って俺出したほうねえぞ。というわけで、うん、まあ今回は理由がごとく維新の新しいバトルアクションの、まあ、基本の4つの型を解説したわけなんですけど、次ですね、ちょっと今日佐藤さんとか炸裂させてましたけど、はい、いわゆる画面の右上に極みっていうのが出た時に出るヒートアクションとか、はい、まあ、派手な技ですね以外にも、龍が如く5の時に、採用した絶技っていう、うん、その新しい必殺技みたいなところを次回より詳しく、紹介できればと思ってますんで、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回は絶技やヒートアクションなどド派手なバトル要素をご紹介。お楽しみに。